これでバッチリ3月の南さーん。さあ、京都のね、あの古式ゆかしい劇場南座に、この3月はね、若手の歌舞伎役者さんがずらっと揃いますね。フレッシュな歌舞伎公演ね、その魅力を今日ご紹介しようと思います。まずね、あのね、この手元のを見ますとね、あ、歌舞伎の魅力っていうふうに出てますよ。ということは、あの役者さんがね、舞台から直にお客様にね、歌舞伎のこういうことをワンポイントであらかじめ知っておくと楽しいですよ、そういうちょっとしたデモンストレーションというか、プチ講座的なひとときね、うん、これね、このコロナという状況がありましてね、いろんな歌舞伎公演、各劇場ごとにいろいろ工夫を凝らしてますけども、こういうスタイルもだん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 増えてきましたね。その日の出演なさる役者さんが直にお芝居に先立って、もう舞台からね、直接その日のお客様に対してね、ワンポイント講座、ミニ講座ね、これとても近しい、フレンドリーな状況が生まれますよね。ですから歌舞伎の初心者の方にとってもね、とても有意義な、これは企画なんじゃないかなと思いますね。南座というのも非常にこのコンパクトさ加減のね、程のいい、非常に舞台と客席との間のね、距離感の近い劇場ですからね、こういう企画がぴったりなんじゃないかなと思います。楽しいひとときになるといいなと思いますね。さあ、この歌舞伎の魅力の次に、そうだ、名作義経千本桜、もうこれね、本当に繰り返し繰り返し上演されてきてますよね。長いお芝居だけども、もう随所随所に見どころになっている一幕というのがたくさんあって、そのね、下りだけが単独で上演されることも多い、今回はね、これはね、言ってみれば狐忠信というね、この千本桜というお芝居の中の重要なキャラクターですね。親思いの親孝行な狐がね、佐藤忠信という侍に化けてしまっているという、そういうストーリーね。なんでかっていうと、この小狐のね、親の狐のね、皮がね、鼓という打楽器がありますでしょ、あの皮に用いられてしまったのね。ってことは、かつて殺されてしまったんですね、その親狐は。その皮を用いたわけでしょう。これね、本当に昔ずっと日照りが続いた時のね、雨乞いに用いられたという、そういう狐の皮の鼓なんですよ。でそれを源義経がね、宝物のようなことでね、こう、天皇家から預かってるのかな。でもそれを、義経という人は皆さんご存知の通り、お兄さんの頼朝とだん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 反りが合わなくなってしまうから、こうさすらいの身の上になってきますよね。でその時に自分の愛しい女性である静か御前に、私だと思って、この初音の鼓っていうんですね、名前ね、これを大事にお前携えていてくれ、ということで2人は別れ別れになりました。でね、義経っていうのがね、最初はね、この京都の都を離れてね、はるばるね、九州の方へ船で逃れようとするのかな。でもそれがうまくいかなくって、最終的にね、義経は、奈良の吉野山という桜の名所としてもおなじみの山ですね、ね、そこの河津方言という吉野山の、立派なお坊さんの館に身を潜めている、と置き去りにされた静か御前は、最初はね、もう本当にこれショックですよ。もうずっと遠い九州の方まで愛しい義経様が行ってしまう、ね、いくらね、お前これ頼むなって言って、この初音の鼓は手元にあるとはいえ、愛しい男性がそんなね、
遠いとこへ行ってしまった、とそう思ったらね、そうとばっかり思ってたら風の便りで今義経様京都の都からね、九州に比べたらかなり近くなりましたよ。奈良の吉野山でしょ、うん、そうしたらもうこの鼓を大事に携えたまま私自分で訪ねていくんだってふうになっていくわけね、うん、その桜が満開の吉野山に恋しい愛しい義経様を慕ってずっと旅を続けていく静香御前、これがねまずこの吉野山という舞踊劇としてね、こう描かれるわけで、女の一人旅と思いきやそこにいわばねボディーガードのようにお供として付き添っているのが義経の忠実な家来である佐藤忠信という侍なんですが、実はこの忠信、本物の忠信は今ちょっとね重い病気で故郷で休んでるんですよ。ってことは本物の忠信がそういうふうに病に伏している隙に、さっきお話ししたね、つまり狐が忠信に化けて静香御前のそばまでやってきてね、それで、私がこう守ってきます、お供します、だけども彼の本当の目的はつまり静香御前が持っている初音の鼓に貼られている自分の親の狐の皮ですよね、うん、親子離れ離れになるのが嫌なんですよ、悲しいんですよ、辛いわけだから、ね、このお話ってのはこういう構造だと考えると面白いんじゃないですか。静香御前、義経と離れ離れなのがもう嫌なわけでしょ、辛いわけでしょ、もう我慢できない、答えられない、だから自分ではるばる訪ねていくでしょ、うん、そのまさに静香御前と同じようにこの狐が成りすましている忠信、忠信に成りすましているこの小狐くんもね、親狐、お父さんお母さんの皮に皮が張られている鼓と離れ離れになるのが嫌なんですよ、言ってみればこの離れ離れが嫌だ、離れ離れになんかなってたまるかっていうことの言ってみれば入れ子構造ね、そういうお芝居ですねこれ、面白いな、そういう設定、これで静香御前と狐が化けている忠信がこう二人、二人っていう言い方でいいかな、まあ、まあ厳密に言えば正確に言えば一匹なんだろうけどね、でも忠信の姿はしてるから二人ってことにしましょうよ、それでこうと花また花、桜また桜の吉野山に分け入っていきます、ね、でその道中、ね、こうあの戦物語といってね、忠信がね、本当は狐なんだけども、あの平家と源氏が戦った時のね、そのお互いにこう何なただ刀だ、あるいはもう本当に力と力だ、力比べだということでね、激しい戦の荒ましだとか、忠信のお兄さんの次信というね、やはりまああの勇敢な侍ですけども、義経、大将義経の矢面に立ってね、自分が身代わり犠牲となってね、こう矢が命中して会えない最後を遂げてしまったくだりとかをね、こう踊りで描くというそういうところもあるんだけども、まあそういったことをしながらともあれ静香御前と忠信がどん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 その吉野山に入っていきました。義経に再会しました。はあ、義経様お会いしとうございました。であれって来てみたら、その義経ね、吉野山の義経のところには病から回復した本物の忠信が、長いことお休みをいただいていましたけども、もうすっかり体調元に戻りましたから、回復しましたから、私やってまいりましたということで来てるんですよ、はあ、わあ大変だから忠信が2人になっちゃった、一体どうしようか、義経も怪しみますよね、これね、一体どっちが本物なんだってことで、お前
だって先に来たのが本当の忠信なんだけど、忠信、お前に確か静御前のことを俺任したよな、うん、静御前元気にしてるか、本物の忠信もキョトーンですよ。だってずっと自分は病に伏せってたんだもん。ねえ、そんなことで話が食い違ってっちゃって、一体どうしようか。そしたらそこに静御前もやってきた、二人目の忠信もやってきた。もうこうなったらね、静御、おい静御、うん、この義経がお前に命じるのはね、お前その鼓をポンポン鳴らすことでいいか、なんか話に聞くと、お前がそうやってこの旅の途中にも鼓をポンポンって鳴らすと、なんかそのお供の忠信が挙動不審になったんだろうね。よし、もう一遍それやってくれと、ここで、うん、私は奥に一旦引っ込んでるから、お前静か、お前そのポンポンって鼓を鳴らすことでね、その挙動不審になる忠信の謎を突き止めてくれってことになってくわけだって。狐忠信からしてみれば、自分の親狐の皮がね、しょっちゅうしょっちゅうポンポーンって、ああお父ちゃん痛そうとかさ、ママ大丈夫、強気になりますよ、子狐親思いなんだもんということでしょう。さあここからどうなっていくかですね。やっぱりね、静御前がね、ね、この初音の鼓をポンポンって鳴らすとね、どこからともなくこの狐の忠信が、狐、野生の狐、敏捷、身軽ですから、シャーってやってくるわけよ。それでこう、クンクンクンって、あの野生の嗅覚、動物の、なんかいかにもこう、研ぎ澄まされたね、こう鼻先の嗅覚みたいな、そういう仕草をしてみたりとかね、鼓に対してね、好きあらば、この静御前から自分がこのパパとママを取り返してみせるんだっていう、すごいその俊敏な動きを見せたりするわけ、ね、さあそういうことに対して静御前はどうやってこれを突き止めていくか、うん、さてはお前は狐じゃなとか言うと、うわーとか言って、シャシャシャ、もうすばしっこいすばしっこい狐ね。最初の方は忠信の姿をしてたけど、後半になってくるとついにその白い美しいこのね、あの全身にそういう毛の生えたね、野生の狐本来の姿も表しますよ。ねえ、狐も必死ですよ。だってお父さんお母さん僕大事なんですと、ずっとそばについてあげたいんです、ね、だけどもあなたたち人間を自分が化けて、本物の忠信さんに化けて騙していたことは、これは私反省してますっていうことで、もうお互いのさ、もう本音のぶつかり合いだ、こうなるとね。えだからそういうもうこの小狐が親を思う一生懸命な気持ちっていうのも、最初静か御前もう内心ビクビクしながらもうこうやって刀構えてますよ。でもそういう彼女に対してもう小狐も必死ね、お父さんお母さん僕大事なんですって、もうそう、もうここら辺もう本音と本音のぶつかり合い、本当のコミュニケーションねこれ、うん、でそういうこうさまざまな葛藤を経て、さあ最初は全くこう理解し合えてなかった人間と狐との間に、最終的にどんなコミュニケーションが成立するか、完成するかというね、これ異文化コミュニケーションのお話ね。だから歌舞伎というのはね、本当にそういう何百年も前から続いている芸能ですけども、もう時代を超越してですね、今の我々に訴えかけるね、いろいろそういう深いテーマを持ってるんですね。千本桜の忠信の物語、もう僕も大好きなお話ですね。はい、春の3月の南座、京都のね歌舞伎、ぜひ味わってください。若手の役者さんたちがもうはつらつと力いっぱい、エンジン全開、エネルギー全開でお届けします。お楽しみください。